さあ、今日から月が変わりましたね。6月1日でございます。ジューンブライドですね。ブライド、ブライドなのかよく分かりませんけど、とにかくとにもかくにも今日から6月です。で、私も嫁さんもうちの看板犬も今月は年を取ってしまう月なので、皆様からのプレゼントを心よりお待ちしておりますね。うなずいてますが、ちなみに僕が9、嫁さんは11で、看板犬は28でございます。はい、よろしくお願いしますね。はい、今日はねちょっと私もスーツを着てこういろいろね、さっき商談等々をこうやってきたところなんですけれども、今日あれだな、ちょっと午後の時間空いてるな。これはどうなんだろうな、今日放送ねえしなみたいな感じで、突発的に家を出まして、今とある場所に向かっております。もうすぐ高速入り口になるんですが、ちょっと時間をかけてねお出かけしようと思いますので、またいろんなところでビデオを撮っていきたいと思います。待ってろ ND ソフトスタジアム。自宅に最も近いインターですね。まもなく斜め左方向、高崎インターに、ここから乗ります。はい。で、行きはね、ちょっと、新潟周りも考えたんですけれども、時間かかっちゃいそうなので、まあ、素直に東北道経由で行きたいと思いますけれどもね。はい。さあ、高崎インター、乗りました。途中休憩です。那須高原サービスエリアにて休憩をしております。まだ3時10分、はい、まだね時間はありますけれども、はい、高速で向かっております。なんかソフトクリームとか美味しそうなのでちょっと行ってみたいかなと思いますけれどもね。はい、まあ、こうやって途中途中でねまたねいろんなところの寄れて、でいろんなところの美味しいものを食べられるのはいいですね。はい、なんか食べたいのありますか。見てみる、見てみてじゃあ見てみて、はい、決めましょう。那須高原サービスエリアで、これ高原ミルクソフトクリーム、あと栃木に来たらみんなが買うであろうレモン牛乳でございます。レモン牛乳は実は僕一回も飲んだことがないので、どういうお味がするのか全くわからないんですけれども、はい、じゃあちょっとソフトクリームからいきますね。うん、濃いね、濃い。一口どうですか、どうですか。すごい、すごい練乳みたいな味。うん、濃い。さあ続いてはレモン牛乳です。いやでもちょっと怖いな、初体験だから怖いな。なんか給食出てきた、出てきた牛乳みたいな。ああ、そうね、あのパックのねやつは。まあ、給食でどうなんでしょうか。栃木の皆さんはあれですか、給食でレモン牛乳が出てきたりするんでしょうか。全然わかりませんけれども、じゃあちょっと美味しそう行ってみたいと思います。初レモン牛乳です。なんかね想像してた味と違う。あ、でも牛乳の方が強いかな。牛乳に、普通の牛乳にふわっとレモンが香る感じ、美味しいです。ディレクターどうでしょう、一緒に飲んでみましょうか。どうぞ。うん、いちごミルクの飴のレモンミルクみたいな、あー感じの飴をカリってかじった時に、ああ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 っていうがレモンっていうね、うん、のレモンバージョン。牛乳に近いよね、どちらかというとレモンというより牛乳にちょっとレモンがふわって香る感じ。
ということで、レモン牛乳とソフトクリームを、はい、那須高原では食べました。じゃあこれからまた向かいまーす。村田ジャンクションを左に行きまして、山形道に入りました。あと50キロぐらいになっておりまっちゅ。結構やっぱり距離はありますね。はい。まあ、このね、ドライブっていうのもまた一つの楽しみでもありますが、はい。あともうちょっとですね。あと30分、40分ぐらいでしょうか。着くと思います。はい。天気は良さそうです。非常に、はい。いいお天気になってますので。あとはまあ日が落ちて寒くならないかどうかだけ心配ではありますけれども、楽しんでいきたいと思います。さあインターを降ります。山形北インターに着きましゅ。トンネル出てすぐらしいですね。はい、トンネル出ました。あともうちょいです。あと 500m。向こうもね、もう一つの山がどうなるのかっていうのはわからないですけど、レッツと福島がね、やります。で、勝った方が次の相手になるので、なんか、レッツとショースタでやってみたいなぁなんて思いますけどね。さあ、インターを出ます。おいくら万円なんでしょうか。私はそれも気になりますけれども。はい。今、表示が出ますのでね。7,870円。往復で15,000円ですね。まあ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 、で、ガソリン代とか含めると25,000円って感じですか。はい。まあでもそれにね、似合うだけのゲームが見たいという方になってますので、はい、この後頑張っていきたいと思います。もうちょっとでスタジアムです。はい、ということで特艦で来ちゃいました。来ちゃったっていうのはツイッターでよく言ってますけど、来ちゃったというよりも来てしまったという方が強いかもしれません。仕事終わりに来ちゃいました。てへ、 ND ソフトスタジアムですよ。へへ。この後ですね、中の様子などもちょっと撮っていきたいと思います。NBA ソフトスタジアム山形に到着いたしました。はい、もうゴール裏の方に来ましてですね。はい。落ち着いたところではあるんですけれども、落ち着いたらもうご覧のように後ろにね、時計が見えてますけど、もう18時35分ぐらいになっているということで、結構ね、結構ギリギリな感じになりました。はい。全然大丈夫ですよね。スタジアムグルメでね、カレーを、買ってみたりとか、あとこっちには生ハムと、もらったさくらんぼ、はい、あとワインがありますけど、なんかこういうのも食べながら、あとね、焼きそば等々も買ったので、はい、極太焼きそば、買いました。なのでね、ちょっと、こんな感じで、はい、極太焼きそばを、はい、ちょっと平べったい感じですかね。ちょっと米粉使ってる、なんか珍しい感じの焼きそばなんですけど、はい、こんなのを食べながらですね、はい、今日は天皇杯2回戦、モンテリオ山形戦を、見届けたいと思います。テレビ放送等々がないので、まあ、ダゾーンとかでも中継しないですし、現地に行かねえと見られねえなと思って。じゃあ、どうですか？あ、いいですよ。すいません。ね、埼玉からザスパを全力で後押ししてくださっている。はい。もう、ツイッターネームそのままなんでね、おそらく気づく方は気づかれるんじゃないかなと思いますけど。そう。ダゾーンとかがないので、なんか家で悶々としてるのもなんだかなって思ったので、思ったらもう、来ざるを得なかったという感じになっております。はい。ここでね、
まあリーグ戦はちょっと連敗してますけれども、ここで、メンバーもかなり入れ替わってますので、若い力が、今日プロデビューっていうのが何人かいるなんていうね、そういうスタメンになってますし、すごく楽しみだなと思っております。はい、ですのでまあそこをですね、しっかりと後押しをして、でここでいい流れを作って、でまたリーグ戦の方もね、この後ありますので、週末にはアウェイ山口戦があるし、その次の週は北関東ダービー栃木戦だし、そういったところで、やっぱりいい流れを作りたいなと思いますので、精一杯投資していきたいと思います。じゃあまたハーフタイムの時にでもお話しようかな。はい、ですので、皆さんまたこの YouTube 見ていただけたら嬉しいです。はい、ということでですね、まだ試合始まらないんですけれども、山形在住のザスカサポーターさん、はい、いらっしゃいましてですね、今目の前にね、座ってらっしゃるんですけど、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ようこそ山形。皆さんからいただいちゃいました、小さな恋人。この、はい、さくらんぼ、美味しそうな、品種が何でしたっけ。紅さやかです。紅さやかという、はい、まだね、佐藤にしては出ないんですが、時期的に、はい、時期がね、やっぱりありますからね。はい、なので今日取り立てです。あ、すごい。いただいちゃいました。私がやってきました。あ、すごい。、はい、さっき1個食べたんですけど、めっちゃ美味しかった。ちょっとね、甘みというよりもこう酸味の方が、はい、でもさっぱりこう食べられる感じで、すごく素敵な、はいはい、お土産をいただいてしまいました。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。すみません。いや、カレーの方もね、ちょっとカレーをね、唐揚げ、山形牛を使ってるらしいんですけど、山形牛と、唐揚げが乗っかってます。唐揚げカレーをですね、いただきたいなと思います。さっきも先に食べたよね。さっきも先に食べました。ソフトクリームを先に食べられた。先に飲まれて、はい、先に食べられた。はい、じゃあいただきます。すいません、どんなお味がするか。お腹すいたよ。あ、結構なんだろう、もっと辛いかなって予想してたんですけど、食べやすいです。うん。いや、マイスが効いてていい感じ。ちょっとじゃあ一口食べてみます。じゃあ一口。どう？食べます。どう？うん、うまっ。うまっ、うまっ。とりあえず腹ごしらえしとかないとね。また貸してもらいました、また。はい、前半が終了いたしました。2対1で勝っております。素晴らしい。先制点ね、早い時間帯、6分っていう時間帯だったみたいですけど、フルス相手に、背番号9番、紺色のマルチストライカー、北川修斗選手がですね、
ゴールを決めまして、1対0リード。でその後相手に1回追いつかれるんですけれども、見られましたね、クリロナが見られました。背番号10番田中俊也選手のゴールということで、2対1とリードして前半を終了しております。今折り返しハーフタイムなんですけどね。いや、なんかなんだろう、ターンオーバーですごくメンバーが変わっています。はい。でそんな中でもすごく落ち着きを感じますし、ボールの回りっていうのも非常に早いですし、僕が感じたのは球離れがすごく早いです。でワンタッチツータッチでポンポンポンってパスが回るようなところもありますので、すごく今ねハマってるなという感じがします。でベクトルも前向きで、すごくシンプルなサッカーを前半できたことがこのリードにつながってるんじゃないかなというふうに思うので、ちょっと引き続きこの後も後半もですね頑張っていきたいと思います。はい。まあダゾーンがないですけれども、皆さんの後押し引き続きよろしくお願いします。高木ラストです。素晴らしい。素晴らしい。こんなね、こんな綺麗にゴール入ることってあんまりないので、素晴らしいですね。ちょっとこの後もちょっと息上がってますけれども、あまり興奮せずに、はい、一緒に応援していきましょう。今日のアウェイ旅は山形へのアウェイ旅でございました。天皇杯2回戦でしたけれどもね、3対1で勝てましたので、次レッツです。レッツ楽しみですね。勝ったことありますからね、ザスパはね。であとはまあ今年の感じでいくと、今年の布陣でいくと、やっぱり大槻監督がフルス対決っていうところがあるので、レッツサポーターにとっても非常に面白いカード、楽しみなカードになったんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひですね楽しみにお待ちいただきたいなと思います。はい。なんか久々の勝利に浸れまして、まあリーグ戦はねちょっと、まあ、連敗っていう形になってるので、この天皇杯で勝ったことで勢いつけて、また次のリーグ戦に臨んでいきたいなと思います。ではこれから群馬に帰ります。